さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと今の時期ぴったりのレモンを使ったアレンジレシピを3品ご紹介したいと思います。なんとですね、もうスーパーで手に入る材料で簡単にもう火も使わずにできちゃうスペシャルなレシピとなっておりますので、ぜひ最後まで見てください。ではやっていきましょう。お願いします。はい、じゃあまず材料を紹介していきたいと思います。これ基本のシロップですね。蜂蜜レモンシロップです。蜂蜜とレモン3つ分で作っていきます。はい、続いてこれ蜂蜜レモンシャーベットもめちゃくちゃ美味しいんですけど、先ほどの、シロップを使います。このシロップと、レモン果汁1個分。あとお水と、これなんとヨーグルトですね。これで作っていきます。はい、3つ目、これ応用が効くんですけど、蜂蜜レモンシロップで作る、スカッシュですね。蜂蜜レモンシロップと炭酸と、レモンとミントで作っていきます。はい、じゃあシロップ作っていきます。まずレモンなんですけど、水で洗ってください。で、海外のアメリカのやつとかだとワックスとかいろいろついてるんで、まあ、使わない方がいいです。で、しっかり水気を切ってこうやって拭いて、これをスライスしていきます。はい、じゃあレモン切っていきます。まず両方のこの頭の軸の部分だけ取って、あとはこう薄くスライスしていきます。で、保存する瓶なんですけど、綺麗に洗って、一応オーブンで160度のオーブンで15分ぐらい一応殺菌してます。で、ここに、蜂蜜とこのレモンスライスですね、ちょっと入れていこうと思います。そしたら瓶の中に、まずレモン大体の量で入れて、で、蜂蜜をちょっと入れます。で、またレモンをこうやってどんどんつけていくんですけど、また蜂蜜を入れて、で、またレモンをのせて蜂蜜を加えます。レモン全体を蜂蜜がこう覆ってる状態ですね。これでラップし、この内側にラップして、一晩以上冷蔵庫で休ませます。そうするとレモンから果汁が出て、蜂蜜とレモンが混ざったシロップが出来上がります。はい、これ1日経ったものです。ラップちょっと剥がしてちょっと状態見るんですけど、これ今蜂蜜にレモンの果汁が移って、トロトロからすごいこうシロップになりました。で、これで蜂蜜の香りがすごいするレモンのシロップの完成です。これで他のお菓子に使っていきたいと思います。じゃあ次はシロップ使ってレモンスカッシュ作っていきたいと思います。これグラスに氷入れて、ここにシロップですね入れていきます。これはお店じゃないんで好きな濃さを自分で決めれるので、すごくいい。すごくちょっと甘いのが好きなんで、多めに入れて、使ってたレモンも食べれるので、はい、で、ちょっとレモンこれ1個分、ちょっと好みなんですけど、炭酸を入れます。で、レモン果汁とミント、これでレモンスカッシュ完成です。はい、最後もう一個ですね、レモンのシャーベットを作ります。これもね、混ぜるだけでめちゃくちゃ簡単です。これね、中にこれ今ジップロックみたいなのが入ってるんですけど、ここに全部入れて冷凍して揉んだらできちゃうんですよ。で、まず入れるのがお水、これさっき作ったシロップですね。これを入れます。これね、全部材料同じ量なんで、同じ分だけ入れてます。で、これヨーグルト、で、このヨーグルトの酸味がすごい重要なんですよ。で、もうすごい滑らかにしてくれます。で、レモン果汁、レモンは2つ分、今これ半分にしてるんで、これ4つ分ってことですね。
はい、これ今全部入ったのでこんな感じですね。これをしっかり、これちょっとでも空いてると出てきちゃうので、ややちょっとこう空気抜きつつこの状態です。でこれをなんと冷凍庫に入れて、ここちょっと混ぜておいた感じです。これを冷凍庫に入れると多分皆さんこうなるじゃないですか。で薄くなって固まってくるんですよ。でそれをこう途中で混ぜると滑らかなシャーベットになんとなってしまうというめちゃくちゃ簡単なやつです。じゃあちょっと冷凍庫入れておきますね。はい、これ固まってきたんですけど、これね、あれでした、なんかフリーザーパック用っていうのがあるらしいんで、それがいいですよ。でこうやってなんていうか、もう食べれるんですけど、もうちょっとこの回数を繰り返せば繰り返すほど滑らかになるんですけど、もうそもそもシロップで糖分が結構入ってるので、もうね多分最初から結構滑らかです。でこのままストックもできるし、もうほぼ完成。一応これまたもうちょっと冷やしておきます。はい、じゃあシャーベットちょっと固まってきたので、ちょっと盛り付けてみたいと思います。ほらこんな感じ、滑らかで美味しそうなんです。もし溶けちゃったらもう一回ね、これ固めればいいんで、でミントとかつけて、あとはこれでレモンシャーベットは完成でございます。さあ最後までありがとうございます。今日のどうでしたかレシピは。あのですね、気づいたかもしれないんですけど、これ火使ってないですよね一切。でこんな3種類できちゃうんです。ちょっとポイントの紹介だけ簡単にいきます。これレモンスカッシュ作ったんですけど、炭酸じゃなくて白ワインとかハイボールとかいろんな飲み物に変えてもめちゃくちゃ美味しくできますので、ぜひやってみてください。あとシャーベットもポイントはですね、ヨーグルトを入れるってことですね。ヨーグルトを入れることによって酸味が生きて、ちょうどいいシャリシャリ具合ができるので、ぜひ何のヨーグルトでもいいんでヨーグルトを使ってください。あとシロップはこれできれば冷蔵庫で保管してください。そんなに腐ったりしないんですけど、冷蔵庫だったら1ヶ月ぐらいも全然余裕で使えるので、それで保管していただければと思います。皆さんのスーパー行ったらですね、全部手に入る材料でやってますので、ぜひチャレンジしてやってみてください。またぜひ見てください。そしてコメントと高評価ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。